はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はデトロイトタイガースに関する話ですが、タイガースは今年も再建を念頭に置いたシーズンではありますが、着実に有望なプロスペクトは集まってきていまして、将来に向けた準備が進んでいるようなそんなチームとなっています。2018年ドラフトの全体1位指名のケイシー・マイズやタリク・スクーバルらトッププロスペクトも徐々に MLB に昇格しつつあり、さらに今後は昨年の全体1位スペンサー・トーケルソンやそれからライリー・グリーンといった選手たちも1年から2年のうちに上がってくるでしょうから、今はなかなか勝てないシーズンが続いていますが、何年かした後にタイガースが AL 中地区の優勝争いに再び絡んでくる、そんな展開も見られるのではないかと期待しているところです。さて、トッププロスペクトを多数抱えるタイガースですが、では今最も輝いている選手は誰かとなりますと、そんなトッププロスペクトたちの誰でもなく、ルール5ドラフトで指名してきたアキル・バドゥーなのではないかと思っています。バドゥーは現在22歳の外野手で、昨年12月に行われたルール5ドラフトでツインズから指名して獲得してきた選手です。ルール5ドラフトを知らない方のために簡単に補足しておきますと、選手のいわゆる買い殺しを防ぐための制度でして、一定期間マイナーでプレーしたなど条件を満たした選手について、 MLB 規約第5条に基づいて行われるルール5ドラフトの場にて、他球団のマイナーに在籍するそんな選手たちを指名獲得することができる制度のことです。日本でも最近では選手会がこのルール5ドラフトを参考にしたと思われる現役ドラフトを導入しようと NPB に対して働きかけていたこともありましたね。バドゥーは要するにツインズのマイナーでなかなか MLB にたどり着けるほどの活躍ができていなかった中で、タイガースが彼を指名したわけですが、ここまで10試合の出場ですでにホームラン4本、打率3割2分3厘、OPS11 割7分2厘とバッティング面で大暴れ。これだけ打ちながらも打順は7番から9番と下位打線にいますので、相手投手としてはまだ十分なデータもなく、かつ勢いのあるバッターと下位打線で対戦せざるを得ないのはなかなか嫌でしょうね。そしてこのバドゥーですが、まだ10試合の出場とはいえすでに印象的な活躍をいくつか見せていまして、まず4月4日のインディアンス戦、これが彼の MLB デビュー戦となったわけですが、その初打席、ご家族もスタンドでデビュー戦見に来ていたようなんですけれども、 MLB で最初に見たボール、初球をスタンドに叩き込むというなかなか幸先のいいスタートを切りますと、翌日4月5日の試合では体勢は消した後でありましたが、2試合連続のホームラン、しかも満塁ホームランを放てば、4月6日の試合には途中出場ながら延長10回にサヨナラタイムリーを放ちチームの勝利に貢献。初打席初球ホームラン、満塁ホームラン、さらにはサヨナラだと MLB キャリアの初めの3試合としてはなかなか強烈な活躍ですよね。あっという間にタイガースファンの心をつかみますと、その後も活躍を続けまして、4月12日のアストロズ戦では殿堂入りすることは間違いないであろうザック・グレインキーから飛距離137メートルの特大アーチも放ちましたし、4月13日には今度はジェイク・オドリッチからもホームランを放ちまして、今のところ彼の勢いが衰える気配は全く見えません。こんな選手をよくルール5ドラフトで発掘してきたなと、タイガースフロントの仕事ぶりに感心してしまうようなここまでのバドゥーの活躍ですが、実はもともと彼はそれなりに評価を受けていたプロスペクトでした。バドゥーは高卒で2016年2巡目全体74位でツインズから指名を受けてプロ入りを果たしていまして、当時はまだ荒削りな部分が多いながらも身体能力の高さといった点が評価されていた選手でした。で、プロ入りしてすぐにルーキーリーグでデビューしますが、ここでは打率1割7分8厘と苦しみましたが、2017年はルーキーリーグにて計53試合で打率3割2分3厘、OPS9 割6分4厘と結果を残しまして、これで翌年シングル A 昇格。初めてのシングル A では打率2割4分3厘とさほど目立った成績は残せず、三振も517打席で124個と少し多めではありましたが、一方で74個のフォアボールを選ぶなどポジティブな部分もありました。少しずつ着実に前進していたバデューは、2019年を一つ上のハイ A フォートマイヤーズで開幕することとなりましたが、ただここでバデューに試練が訪れまして、トミージョン手術を受けることとなってしまったんですね。野手の場合、ピッチャーがトミージョン手術を受ける場合と比べて復帰までにかかる時間は短いので、ピッチャーほどには深刻に捉える必要はありませんが、それでもバデューは残りのシーズンを全休することとなってしまいました。そして2020年、トミージョン手術明けのバドゥーにとっては復帰を目指すシーズンとなるはずでしたが、世界中を襲ったコロナの脅威によりマイナーリーグは中止。代替地でのキャンプについても、そもそもハイ A 以上で29試合しかプレー経験のないバドゥーをコンテンダーのツインズがわざわざ呼ぶ理由もなく、丸2年近く実戦から遠ざかってしまいました。バドゥーは2016年のドラフト後5シーズン、2020年は中止となってしまいましたが、プロ入り後5シーズンが経過したため、
ツインズは彼を MLB の40人枠に追加しなければルール5ドラフトでの指名対象選手となる予定でしたが、マイナーの上位クラスでのプレー経験がないこと、また手術後の彼のパフォーマンスを十分に評価するための期間もなかったことから、彼を40人枠に登録せず、そして迎えた12月のルール5ドラフトにてタイガースが全体3位にてバドゥを指名し獲得するに至りました。ツインズもバドゥの潜在能力自体は評価していたようなんですが、いろんな要素が重なった結果の流出となったようですね。しかしバドゥにとってはこのルール5ドラフトで指名されたのはまさに千載一遇のチャンス。2年間実戦から遠ざかった自分の実力をアピールする場をもらったとともに、活躍次第では開幕ロースター入りもあり得るようなチャンスを得たわけですから、燃えないわけがないですよね。ルール5ドラフトで指名された選手は1年間 MLB のロースターに登録されないと元の球団に返却されなければならないというルールがあるのですが、タイガースはオフにノマー・マザーラ、そしてロビー・グロスマンと2人のベテラン外野手を獲得し、さらにジャコビー・ジョーンズやビクター・レイエスもいましたので、開幕ロースター入りの可能性が高い外野手が4人チームに在籍していました。開幕ロースター入りに向けてかなりアピールが求められる立場でありましたが、バドゥーはおそらくチームが期待していた以上のアピールをしまして、40打数13安打ホームラン5本、11打点 OPS は12割1分と、まあこれでもかというぐらい打ちまくってチームのロースター編成を大いに悩ませることとなりました。しれっと50打席でフォアボールを10個選んでいるあたりもまた憎いですね。結局タイガースもさすがにこのバデューの活躍を無視することはできず、少々過剰気味な感は否めませんが、開幕ロースターに5人目の外野手このバデューを登録し、今のところその判断は間違っていなかったことをバデュー自身がプレーにて証明してくれています。ということで最高のスタートを切ったバドゥのメジャーリーガーとしてのキャリアですが、やはり気になるのはこれを続けられるのかどうか。さすがに今の打率3割前半のペースを今後も維持できるとまでは言いませんが、どの程度 MLB でやっていけそうかを簡単に見ていこうかなと思います。まだ10試合終わった時点ではあるんですけれども、まず打席でのアプローチの傾向を見ていきたいなと思っておりまして、ここまでのバデューは初球スイング率が 33.3% と MLB 平均をやや上回るなど積極的な姿勢が伺えますね。スプリングトレーニングで調子が良かったので、その勢いのままアグレッシブに行こうというスタンスでしょうかね。そのせいかフォアボールは33打席でまだ1個と少ないですが、積極的な姿勢の結果今のバッティングが生まれているのであれば、この点は今は気にしなくても良いかと思っています。将来的にスプリングトレーニングで見せたくらいのペースでフォアボールを稼げるようになるといいんですが、この点はどうなんでしょうか。ただ調子がいい中でも空振りはかなり多いですね。空振り率は 44.6%、 これは平均値を見るまでもなく良くはないです。ストライクゾーン内のコンタクト率も 64.4% と MLB の平均を 20% 近く下回るような水準ですし、スイングに関してはまだまだ荒削りな部分が残っているのかなと言いますか、まあ、2019年のハイエーから一気に MLB にジャンプしてきたので当たり前といえば当たり前ですが、コンタクト能力に関してはまだまだ課題が山積みというのが現状のようにも見えます。今はこれでも結果が出ているのでいいですが、今後調子を落としてきた時に元々の荒削りなところも合わせて悪い意味で二重に彼に襲いかかってこないかがちょっと心配です。はい、続いて球種別の対応も見てみましょう。まだデータが少ないので何とも言えない気もしますが、速球系を今のところしっかり打つことができていますね。4本のホームランのうち3本が速球、全体でも13打数6安打と結果が出ています。MLB で野手が適応するための第一歩として、とにかく速球を打てないことには始まらないと私個人としては思っていますので、マイナーから上がってきて MLB レベルの速球を攻略できているのはこれはいい傾向だと思っています。ただここまでのタイガースのスケジュール上の問題もあるとは思うんですが、90マイル後半を投げるようなピッチャーとの対戦がバドゥーはまだほとんどなくてですね、今季放った10本のヒットのうち9本は球速は92マイル未満ということで、もう少し速いボールへの対応というところも見てみたいなと思いました。90マイル中盤、90マイル後半の球速帯に対して今のようなバッティングができるかどうかは今後注目したいポイントですね。ただこれは先ほども言いましたが、やはり全体的に空振り率が高い。変化球やチェンジアップなど緩急をつけるタイプのボールで空振りが増えてしまうのはルーキーですしやむを得ないと思いますが、速球系でも空振り率 42.3% はちょっと高いですよね。確実性を高めていくのはやはりバドゥの今後の課題となってきそうです。荒削りな部分が数字からも見え隠れしていますので、今後数字を落としてきそうな気もしなくはないですが、ただタイガースは現在再建中のチーム、バドゥの成長を待つだけの余裕はあるかと思います。
これはバドゥのように荒削りで経験を積む必要がある選手を育てる上では強みとなりますよね。課題はまだまだ多いバドゥですが、ルール5ドラフトの星のような存在になれるといいですし、タイガースはそれこそ今外野陣の一人としてプレーしているビクター・レイエスも、もともとはルール5ドラフトで獲得してきた選手ですし、彼もまたデビューした年はなかなか苦しみながらも、チームが我慢して使った結果伸びましたので、バドゥについても同じように MLB のレギュラーとして長い間活躍できるような、そんな選手になれることを期待しております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。